はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は野球マン1号を使って暁大付属でやっていきたいと思います。で、自分はパーチャでね、まあ走りましたので、なんとか本当になんとか PSR の野球マン1号を手に入れることができました。で、テーブルの方から見ていきますと、タック60で変化球ボーナスがあって、やる気効果アップもありますと。で、35で固有が乗っかる感じになりますので、まあ、タック80の、変化球ボーナス12プラス固有と、いくつつくのかよくわかんない。で、45になると変化球ボーナス16になって、レベル50でやる気効果アップ75という形になってますので、まあ、変化球ポイントをね、めちゃくちゃ稼げるキャラクターになってます。で、コツの方が、通常の葵ちゃんは緩急のみなんですけれども、投資が追加されてて、で、金徳の方が、折り辺のマリンボールから変幻自在に変更されてますと。で、あと野球マン1号用の、イベントが1つ追加になってます。で、まあ、変化球キャラの、ね、変幻自在ってこう割かしね、変幻自在キャラって多くて、今回ねルナちゃん連れてきてるんですけど、まあ、ルナちゃんもね基本は変幻自在を取りに行くというキャラクターにはなってるんですけれども、まあ、ちょっと被っちゃうんで、走者釘付けを取ります。で、走者釘付け取るときはやっぱりね、クイックがどうしても必要になるので、クイック要因として、三田村くん連れてきてます。で、変化球キャラのね、サンタ立川はですね、まあ、骸骨三田村くんが低めを持っているのと、イベントで一応クイック1で手に入れることができるので、まあ、4で取るか5で掴むかはちょっと状況を見つつ、判断していきましょう。で、レンちゃんは、彼女にはしないで金徳を取りに行きます。で、大谷くんは、筋力要因になってますと。一応まあこの編成でちょっとやっていきましょう。まあ、まずは練習ですね。なんか全部微妙だな。まあルナちゃんの評価上げとくか、これだったら。だから彼女にするのはルナちゃんなんで、まあ、まずはねルナちゃんの評価を乗っけると。まあ、ルナちゃんはね早々に評価乗っかるんで、まあ、いっちゃいいんですけど、どうする ?1 人か、その妥当的な話でいくと、こうやっとこう。二宮とね六本木もねちょっと並行して下げていきたいんで、暁大の制服ってあんな感じだったんだ。ユニフォーム姿はね、まあ、みんなユニフォーム着てるから割と見るんだけど、四条か、ここはでも3人評価を上げられるね。まあ、タックがね組めるようになると、タック発動で練習した時にマイナス2になるからね、それもでかいんで、まあ、最初はやっぱり余剰を下げていきましょう。で、ルナちゃん自己紹介で評価が上がって、あと1回くらいでもう本当に乗るよね。あと1回くらいか。ただただただここはちょっとメンタルで余剰を減らしつつ回復していこう。今回ね暁キャラを入れてないんでね、もう本当に自力で打倒しないといけないんで、レンちゃんの自己紹介、ここもね、そっか、体力回復できたか。でもさっきさ、まあ微妙に怪我率があったからね、 10% 前後。あ、ここで全開になってよしとしましょう。あれ、いつの間にか評価乗ってんな。1上がって評価が乗ったのかな。この練習した時のチームメイト評価が1上がったってやつ。まあ、葵ちゃんもね最後のイベントで体力を削らなくなったのがでかいんですけど、それでもね1回目2回目がね結構奪ってくんで、ここは立川上げて余剰を減らして六本木も減らそう。だから闘志はまあもしかしたら直撮りをしちゃってもいいかもしれないですね、暁大なんで。コツ、そうか、コツも回収していかないといけないのか。
で、そうだね、レンちゃん全然練習してねえわ一緒に。まあでもここはヨジョウもいるし、コツをもらっておきましょう。打たれ強さ、打たれ強さってどっかで手に入ったっけ、イベントとか。なんか立川進んでいくな、まあ別にいいんだけどさ、能力でどうこうっていう感じじゃないから。ここは受けない、矢部には犠牲になってもらう。さらばだ矢部で、追求する必要ないよね。ここはさすがに4人いるか、やろう。そう、ルナちゃんね、告白には乗っかるんだけど、タッグを組めるまでねちょっと時間がかかるんで。早っ着替えてきてくださいと。ほんと自由だよなこいつら監督とかどう思ってんだろう。よし、で告白も来ましたね。ルナちゃんのね告白はすげえ来やすい感じがするんですよね。もうほとんどクリスマスに間に合うんで。で、あとはまたポイントを下げながら行きたいけど、3人評価があるね。二宮と六本木もな、まあまあ下げておきたいけど、四条を倒した時に六本木くんは2位下がるん で、二宮を倒す前にはやっぱり、これは下でいいかな。二宮の前に六本木は倒しておきたいよね。で、体力を回復しつつ練習を次こなせると。ここ 1,2,3,4 人か。立川が評価乗っかってるね。まあ4人だな。これってさ、なんか、あ、ちょっと待って、よし、勝った。10月の3週くらいまでに誰か打倒してないと。なんかあったよね。ちょっとこれは寝ないと無理かな。さすがに1人か。3人とかいるとね、ここからなんか打倒してると体力下がんなかった気がするんだけど、ちょっと忘れちゃったな。あ、大谷くん、そうか、普通のやつか。アプリではね、挑戦者大谷くんがいてすげえ使いやすくなってるんですけど、さらにここはどうしようかな。コツもな、取りたいけどな。大谷くん乗ってないしね。でもやっぱり妥当だよな。でタイミング的にさ、挑戦者大谷ってサクスペの方に来んのかなっていうところがねちょっとあるんですよね。これもう一回寝ないとダメかな。これも下がってくれると嬉しいけど、二宮がねめんどくさいんで。よしよしよし、 OK で、コツ、大谷くん、ここは人がいっぱいいるね。どうする。うお、ここもあれか、つくもが倒せるっちゃ倒せるのか。上がっちゃうけどね。あ、レンちゃんか。レンちゃんのケアも一回もしてないからね、そういえば。悩むなぁ。暁台はね、ほんと悩むんだよね、練習で。どこにするか。レンちゃんを追ってる時間を考えると、ちょっと通常の選手キャラでも良かったかもね。3人いる。大谷くんもいる。評価がなかなか乗らないね。打倒してないからね。打倒すれば、あ、雲が、そういや、もうあれだ、忘れてた、あんまり見てなかったおお、養生が上がった。こいつらみんな上がってくんな。
タミナを伸ばそう。北風と太陽、まあ、これは普通に太陽にして精神ポイントをもらって闘志取っちゃっていいかもね。一応ちょっと見てみますか。285か。ちょ、変化球覚えとこうか。いつも忘れるからね変化球勝負の時変化球がねえみたいなうーん、2人か3人か。だからこういう時にもね、本当はタッグが組めてればまた違ったんだろうけど、一回じゃあここ練習しとくか。肘爆弾、ここはちょっともう少し練習しよう。でクイックを掴んでタック6パーか。下げられるね、下げられるね。これはちょっとで野球マン1号もこれで乗るはずだから、投手をまず取っちゃおう。でいきます。で次はさすがに寝て12月の3週練習してクリスマスか。で緩急、で緩急はクリスマスでもつかめるんで、クリスマスが来たら一応メンタルを見よう。2人か、3人からやってもよかったけどな。クリスマスが来たら緩急を取ると。あ、そうか、ここ体力最大値上がるんだっけ。体力的には悪くないね。あー、でさらに五十嵐くんが来たか。あ、四条とかってさ今いくつ、ちょっと忘れたな。まあ、いや四条にしとこう2とかだった気がするんだけど。体力下がるんか。打たれ強さ手に出るし。レンチョン、レンチョンのケア 1% でいっぱいいるね。やろう、こう。ただこれで四条は倒したからな。ようやくか、本当にようやくだよな。あ、でももうすでにつくもは倒してあるんだっけ。怒りは上がるとして、サンボマッツ上がって、トッポギも下がって、あー、これか。そういえばあったねえ、どうする、走るか。だって別にルナちゃんで回復できるもんね。怪我しにくさ、あれこれさ、怪我しにくさ掴んでさ、怒りくんのさ、なんだっけ、球場練習みたいなのでさ、怪我しにくさ掴んでさ、で野球マン1号が来てくれるとすげえいいんだけどね。投手系がやっぱり上がってるね。六本木も倒せるか、倒そう。でフォークは3にしておきましょう。コントロールちょいちょい上げとく、 D にしておくなんとなく。で倒そう六本木。で次二宮倒して、一ノ瀬倒して、あとは状況を見つつ、最後ね八島でもねいいと思うんだよね。走者釘付けのポイントを減らすと。どうするこれ。怒りくんとかどうだろうな、まあ、適度に減らせられるからね。で、ここは野球が上手くなりたいで代表が出なければいいかな、ルナちゃんの場合は。はい出るなんでマジで出るよね代表率高すぎでしょ。タッグが組めるんだけどちょっと誰もいないんで、まあ、ここで減らしておきますか。どっかで1回投手を追求してもいいかな。でもな、どうだろう、ちょっと守るくん高すぎるね。スタ
メなんて勝てんの、勝てるわけないよね、一路線に。まあ行きましょう。五十嵐くんか。五十嵐もね、金徳自体は復活なんで結構美味しいんですけど、すっげーギリギリだったな。あんまりギリギリを攻めるとねボールになっちゃうからね、コーナーとかをねついていきたいんだけど、割とずれるねフォークはやっぱり。あおー危ない。あこれは打たれたね。まあなんとか1安打。これって40点くらい手に入るんだっけ、1安打だったら。うんそうだね。お腹いっぱい、愛いっぱい。どうしようかな、野菜でいこう。え待って待って待って、肉にしておく。野菜ってどういうあれだったっけ、推移をしたんだっけ。二宮まあ一人だけだけど、てかさあ一応レンチャー3人はなったか。まあ二宮倒しておきましょう。でマラソンをどうするかだね。これ一回体力減っちゃうから回復させてマラソンに出るか、マラソンサボるかどうか。まあ、変化球がレベル上がってくれるのは助かるね。これ1上がんのか。おお体力を削ってくるね。どうせだからじゃあ寝る、一応見ておく。それでも1のせい4あんのか。守備練1回やっておく、それとも99か。三田村くんだしな、9か。なんかさ怪我しにくさとってさどれくらい減るの、ちょっとやってみる。ほい9でしょ、99から 72% しか減んないのか。まあ、やろう。でもうサボろう、マラソンはサボろう。能力アップかい。ここでもさらにね削られるからね。これがさ経験って何にも入らないっていうのがねきついよね。仮病で休む。で追求しよう。ちょっと三田村くんは追求しておきたい。投資じゃなくてさ、よくよく考えたらさ根性を直取りしておいた方が良かったかね。クイックの確率を上げるために逃げ玉。あここって手に入ったっけ、なんか入ったよね。ああよかった、牽制か。で一応レンちゃんの告白以外のイベントが終わったね。まあ、ちょっとでもねレンちゃん上げとかないといけないからね。3 死ぬから無理。え死ぬから無理。あここはデートしておこう。ルナちゃんはな回復してくれないからな。暁台の場合はねちょっとデートで回復してほしいよね。よしここで勝ち運掴んだんで、珍しいな、バレンタインで勝ち運掴んで勝ち運を取ると。緩急は4、そっか緩急取ろうって言ってたもんね。で逃げ玉も忘れず取って勝ち運も取っておきましょう。そんなもんか。でタッグ、立川オンリーか。さすがにレベル5だけあって結構ポイント稼げるね。
な一ノ瀬を下げておくか。なんか追求してんのか、もうすでに。さっき追求したのか。ってことは怒りはまああんまり気にしなくていいかな。あれ、打たれ強さってさ、取ってなかったよね、そういえば。ちょっと危なかったな。おお、悩みがあれば即参上。これ結構いいんだよね。まあ、その名の通りで、野球が上手くなりたいで経験点、体力は下がります。特技が欲しいも、コツが手に入って、モテたいがね、一番微妙なんだよね。モテモテがつくかって言われたら、モテモテつかないんで、つく可能性もあるんだけど、確定でつくわけではないので、人気者がつくんですよね、人気者が。で、丈夫になりたいが、体力の上限上がって、体力回復して、さらにね、怪我しにくさが、直取りできるんで、これ結構おすすめですね。まあ、体力がある時とかは、まあ、特技とかでもいいと思います。特技もね結構いい特技をくれるんで、くれるっていうかコツをくれるんで、欠点の克服はまあその通り赤得ですね。ガラスのハートとかついたら消してくれるのかな。まあいいや、これでいきましょう。あ、爆弾取れる。そう、これ1ランク上がるんで、まあ、怪我しにくさを持ってなければ怪我しにくさ丸になって、丸を持ってればねもうそのまま20丸が取れるんで、になったっすからね。これ3本松って今いくつ？打倒ポイント的にまだ下がるか。で、大谷君追求する必要はないんで、七井屋島、3本松とね七井はねちょっとマジで一緒に倒したいよね。で、一ノ瀬も倒せるときに倒しておきますか。ちょっと今何人、ちょっと怒りさ集中的に下げないとまずいね。いないけどさ、ちょっと怒りほっときすぎたな。ここでもまた上がるからね。あ、でも結局プラマイゼロか。全員下がって怒りが上がるっていう感じだから、2上がって2下がるから、どうしよっか。これウィニングショットとか狙ってみる。オリヘン、オリストいないよね。ウィニングショットにしよう。これってさ、ちなみにさ、球速上げておいた方がいいのかな、よくわかんないけど。ちょっと怒り具合が、あー、3本松7位を倒すと何人になる。3人になるね。怒りのダウトポイントが20いくつとかになるけどさ、追求してれば下げられるかな。どうかな、それはさすがに危ないか。2月の4週でしょ、それは危ないよね。やってみる。いや、ちょっと怖いわ。やっぱもう一回下げとこう。2下がるからね、イカリくん。で、これでも下がるからね。これでちょいちょい下げてきて、そっか、じゃあ次くらい7位と誰だっけ、あの人、3本松が一緒にいたらちょっと一緒に倒しちゃいましょう。多少無理してでも。で、怒りのポイントが高いようだったら追求を優先させて一気に倒しに行くと。で、ここはねルナちゃん回復ポイントなんで、で、暁台もね6月の4週で打倒自体がそのものが終わっちゃうんで、まあ、その後集中的にデートをしてもいいかな、ルナちゃんは。これなんだっけ、これってさ、やる気が下がるけどさ、あれだよね、調子安定になるよね。そうだよね、特に体力も満タンなんで。これどうする、だってカチューンはもう取ってあるよね。じゃあ挨拶にしよう。体力は減るけど上限を上げていこう。これしかもなんだっけ、ムードとか手に入るんだっけ。手に入るっていうかコツが手に入るんだよね。でもムードはね別に1人いればいいからね。これすごくね。ちょっと待って、6の12か。追求しまくればいけるかな。あ、これダブルタック来てるわ。
ちょっと待って、これでもさ、どっちがいいと思う？おとなしくイガラシ倒すか。151ポイントでかいよな。これでかいよな。こっちでしょ。やっぱりね、目先のポイントに目がいく。てか三田村くんマジでクイックくれないとかなり厳しい。あ、ストレート上げてない、上げてない。おお、ホップした。名前とか全く決めてないんだけど、何にしようか。だいたいね、今独身術があるからね、独身術用になんか超スローボールとかね、そういう名前つけると超スローボールじゃねえじゃんみたいな感じになるけど、いやマジで名前がわからないな。アバターボールにする。いやここでな、時間取ってもな、あれだしな。まあいいや、ストレートにしとこう。普通に ちょっとストレート、ストレートにする。聞かれてるよなマジで。うん、いいんじゃないかなって。大谷くんセンス×だよね。決めた俺もセンス×だけどさ、そういえばさ、アバタくんからさ教えてもらい合ってさ、アバタボールにするとさセンス丸になる可能性があるとか、そういうのあったよね。三本松ヤシマか。いやー、ちょっとここ美味しいけどな。怒りを下げに行こう。ちょっと敏捷ポイントも取りつつ、追加の怒りくんのあれがないね。内角にしよう。これはどういう経験点だろう。割とバランスよくくれるね。22%。レンちゃんがな、ちょっと、てかそもそもさ、告白イベントが来てなくね。レンちゃん告白イベントをさ断ればさ、レンちゃん評価上がるからね。コツルナちゃん7位。怒りだな、ちょっと、まあ、最低ここくらいまで下げとかないと。ここでもまた体力を削られるか。おお、バーベキューありがたい。そして怒りくん、あれ下がんない、下がらないんだっけ。怒りが1下げられるな。下げられるときに下げとくか。あとはもう本当に3本松と7位だね。やっぱり一緒に倒せるときに倒しておいた方が良かったか。でこれで変幻自在ですね。で変幻自在はマリンボールと違って最後にね体力を削られないんで、まあそこがいいですね。でも大体ね3回くらい来てれば葵ちゃんの評価ね下がっちゃうんだけど、全然影響ないからね。まあ、経験点も結構くれるんで、まあ、なかなかいいイベントだと思います。でレンちゃん告白、これは断りましょう。ダメ、俺にはルナちゃんがいる。二股はできないんだ。申し訳ないねレンちゃん。ここで13上がるんでね、お守り持ってきてれば。てかさ、 PSR50 ってすごいね。こんな手に入るの経験点。ちょっと溜まってきたね。ストレートのちょっと球速上げとく。140くらいは欲しいからね今の段階で。スタミナはちょっともしかしたらいいかもしれないね。でフォークが3あるから、何がいいかな。ナックルカーブとかってちょっとだけ変化量を使うポイントが高いのか。まあ、いやナックルカーブしてみる。
ナックルカーブにしよう。三球種は欲しいな。高速シュートとか、高速シュートとか覚えてるやつ一人もいないからね。よし、でまたちょっと打倒するか。二人、こっちの二人か。ダブルタックだね。やろう。でそろそろ5月になるのか。さらに抜き打ちテスト。おお、コンボ食らった。テストと喧嘩のコンボを食らった。ひどい。またダブルタックが来てるけど、ちょっともう無理だよ。ジュンジュン、うおい。これでさらにね、不眠症のコンボを食らう可能性があるからね。え、監督評価今どうなってんの。まあでも打倒していけば大丈夫だよね。もうお任せにしよう。出番来なくてもいいや。まあ、オリジナルストレートを覚えたってことはやっぱりツーシームとかはね、ストレートで欲しいですよね。オリジナルストレート1球種よりは大谷君に勝ってたな。変わってたなっていうか、そもそも俺じゃないのか。出番なかったわ。やっぱりな。おお、投手討論あったね。そういえばそんなん。あれ、これってさ、なんか病院の話聞いておけばタイピングが手に入ったんだっけ。打たれ強さだよね。そうだよね。だから聞いておけばよかったか。ちょっと待ってね、守るくん、5月か。八嶋と七重をぶっ倒しちゃって三本松に集中するか、それとも 0% だしな。倒せるとき倒そう。やっぱり倒せるときに倒す方法。ちなみに三本松ってさ、最後何手に入んの。ここでもう八嶋倒しちゃったからね。でクイックまだもらってないからね。うおー、1上がって3本末4上がって、これはもうマジで怒りに頼まないと無理だ。試験は受けよう。で怒りは1にしておきたいね。やっぱりストレートとかアホくさ。くらえ、俺のストレート、すげえずれたんだけど、ボール球になったよ。ナックルカーブ、これどういう軌道なの。ナックルカーブってよくわかんない。普通のカーブとの違いがよくわかんないんだけど。うおー、持ってかれた。いくぜストレート。ストレートあれだね、めっちゃずれるね。球速は110キロ。ゲッ、マジかよ。よし、なんとかなんとか乗り切ったな。まあここはね、あれ、怒りはもう1になってんの、そもそも。で、怒りが倒せちゃうけど、三本松、あ、ここで2減らすことができるけど、さすがに無理だよな。チュン、おい。しかも不眠症になったし。あー、来たー。いや、まあこれはね、元気になりたい。これって不眠症治んの。一応成功したな。不眠症治れ。治らない。やぶいしゃめ。ここはちょっと待って、マジで3本松減らして5でしょ。1回タッグ組みたいね、3本松と。次あたりタッグを組めないと結構厳しいぞ。ってかタッグが来てない。でスタミナやるでしょ。で6月の1周は
イカリに頼むでしょ。お願いします。これでいくつ減るの。1まで行ってくれれば。イカリが結構上がったな。で3本また倒せる。倒そう、倒せるとき倒そう。あとはイカリ1回寝て。ちなみにさ、3本松倒すとさ、イカリってどうなんだっけ。なんか減った気もするんだけどな、3本松を倒したかみたいな。それ7位だっけ。あ、ここで上がるんだ。で下がって2周でしょう。もう行ってくれ。いない。4パー。え、今2周でしょ。ちょ、これ1回寝て。あ、そうだ、俺不眠症だった。でこれさ、6月の4週最後いなかったらさ、すげえショックだよね。たまにいないからね、そもそも。まあ、一応回復はしてくれたか。いやもういいよ、別に回復さえしてくれれば。あと最後いてくれればいいよ。イカリーいたー、危ねー。あとレンちゃん、レンちゃんだ、レンちゃんケアしないと。大丈夫だよね別に。まあ、なんとか全員打倒できたけど、レンちゃんのケアが必要だと。ただ7月はね、割とデートしないといけないんで。やろう。もう別にさ、怪我しにくさとか持ってるからね。で最後の甲子園での勝負で脱散は取れるっちゃ取れるから、一応見るだけ見るか。あと能力アップしておこう。まずは高速シュート3、高速シュート4にしておく。でそうよ、ツーシームはもう取れるとき取っちゃおう。敏捷ポイントないね。球速は150までいけるか。で敏捷足らんわ。ちょっと三田村くんマジで。あとルナちゃん、あ、そっか、ここは勝負か。三田村くんコツが来たらな。最悪根性を直撮りして低めも直撮りしちゃうか。ストレート、もう舐め腐ってるよなこいつ、ストレート。一球外そう、ストレートで外そう。よし、振ってくれた。どうよ、本当にこんなやつと付き合ってていいのか。ルナちゃんは。で、まあ暁台はね結構強いんで、結構強いとはいえやっぱ事故るからね。だと俺のスタミナがないのか。どうしようか、まあ、サクッといくか。サクッと、最初はサクッといこう。スタミナ49か。精神ポイントがやっぱりあるね。闘志を直撮りした割にはまだまだ精神ポイントが余ってるんで。お待たせ。ここでね、やっぱりね、二宮がねキャッチャーを持ってないっていうところがねきついんだよね。うわ、めちゃずれた。ツーシームを主体にしていった方がいいかな。ストレートなんかより信用できないからね、ストレート。よし、余剰 OKOKOK。 点を取らなければね投げ切れるからね。
レンちゃんがちょっと厳しいね。奏者くっきづけも厳しいかな。お出かけして、まあ、一応デートは感想のところまで持っていくか。変幻自在自体はまだ取ってないよね。置いてあったっけ。緩急はね掴んだはず。コツちょっと見てみる。見てみるだけ見てみよう。特にだな。ここも待て、まあ、今回キレがないから他に使うものはないからね。牽制なんてちょっと無理だよ。まあ変幻自体別に1でも重くはないからね。戦術機械がさすがに直取りしようとすると厳しいかな。まあ、尻上がり取っとこう。とクータ系もまああれか、脱炭はでもまだ取れるから。あれ脱炭そうか、大谷くんが持ってたんだっけ。誰も持ってないかと思った。で内無双はもうしょうがないよね。取ろう。悩むな。本当だったらね、敏捷ポイントを計算して走者釘付けにするか変幻自在にするか決めるべきで。ただちょっとクイックを取れる可能性がなきにしもあらずだから行こう。走者釘付け敏捷36か。もうちょっと欲しいよね。もうちょっとサクッといこう。ここもちなみにいくつ。88か。88ですか。まあ八島をね最後に倒せればまあ良かったっちゃ良かったんだけど、その余裕はなかったからね。赤月大附属先制のピンチです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で滋賀最後のピントクもあれだよね。2で入るからね。4になるってことでしょ。六本木さすがいい守備をしている。メンツがね安心できるからね。あと俺がなんとか抑える。おお打たれた。さすがつくも。よくやってんなアバターだし。さすがにアバターは全然打撃能力ないね。打たれた。いやでもあれを取ってくれるんだったら全然いいよ。なんかそこら辺のしょぼい高校だとさ、ああいうのがポテンってなるからね。それを考えると激闘第一とかねマジで取ってくるからね。自分が打ったら蛇島とさ雲沢の二遊間で、出よ。どうする。葵ちゃんをほっとく。レンちゃんだな。これちょっとレンちゃんケアしないといけないから。で立川はタイピンどうする。いや根性を直取りしないといけない可能性があるから、打たれ強さ一応5にしとこう。タイピンはまあ一応もう一個置いとくか。レンちゃんでも7月の4週になるとスイカが起きないからね。一緒に帰ろうのどうの方のみたいな。タイピン来たし、さて内無双だけど外から攻めてこう。高速シュートを上に外してナックルカーブ。おお入ったね。ストレートを見せましょう。ストレート顔の前通過させてフォークで外に落とす。どうこれ。あぶね打たれた。一回ナックルカーブ、同じところに投げるの怖いな。ちょストレートを外に見せるか。振れ振らない落とす。ああいうのもたまにない内野安打とかになるからね。あれそうかそうか、打たれたから対強打者か。奪三取れなかったな。まあいいや。いや誰もいねえわ。やりたい練習がない。追求しよう。タイピンは取って追求しよう。あで対強打者も取れたから
取っちゃう、変幻自在取るでしょ。あー低めね、低めね。ちょっと待って、これさ、こういうの取るとさ、マジで経験点がなくなるな。伸び、サクッといこう。暁台の力を信じよう。暁台と俺の力を信じよう。スタミナ一応 D にしとこう。三田村くんコツが来てくれればな。あとレンちゃん大丈夫、この試合が終わったら見てみよう。お待たせした。マジで何にも起きないの。こいつは強えんだよね。ただ甲子園行ってからのさ、敵がさ、マジ強えから。おお、いいね、劇的な幕切れだ。大谷君がね、試合経験点アップついてるからね、それもまたいいよね。うわ、何にもねえのか。レンちゃん、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 いねえし。ちょっとレンちゃん、レンちゃん、こちらってその他関係者。うわ、レンちゃん乗ってねえわ。これどっちか捨てなきゃダメだな。クイックか。じゃあ守備連やっとくよ。一応だったらなんか敏捷ポイントの入るさ、もうサクッといこう。キャラクターイベントで、俺風なぎがねマジで欲しいんすよね。風なぎ敏捷ポイントくれるんすよ、イベントで。しかも結構多めに今ね、結構ね敏捷ポイントをね使う、まあ、金徳とかそういうのが多くなってきてるんで、マインドブレーカーも結局敏捷ポイントをね確保しないといけないから。まあ、しぐれちゃんもね敏捷ポイントくれるキャラではあるんだけど、さすがにそのために二股にするかって言われたら、でもまたあれ、てか俺スタミナないのにさ、よく投げてるよな。これ多分降板だな。根性がないからね。調子上がった。ちょっとフォーク厳しいかな。頼むぞ。なんで誰持ってくんないの。打った。最後の練習、もう追求はできないからね。レンちゃんに走るかコツに走るか。レンちゃん、レンちゃんだなこれ。レンちゃん、レンちゃん、レンちゃんにかける。レンちゃんにかけよう。頼むレンちゃん、この7で乗ってくれ。走者釘付けは取れなかったな。もうサクッといこう。暁台振っとけばサクッといいね。で結局72だから、うわークイック足りねえのかよ。しかも普通のクイックが、クイック1の板村くんが1回クイックさくれてればさ乗ったよね、多分だけど、まあそこはしょうがないよね。牽制でも取るじゃん、あとクイック1にして牽制取って、精密機械も直撮りにいらんのか。まあ、せっかくだからでも取っとかないとね。で、あとは変化球ポイントがあるから技術ポイントが足りなくて無理だ。まあ、これでいくか。で、いいよね、試合しよう。いやこれレンちゃん頼むよ、マジで。お待たせした。マジでお願いしたい。赤月大付属同点のピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面で水飛べーと第1打席は打った余剰交代取ってアウト、スリーアウト。あー1点取れた、しょうがないよね。でも赤月大付属負け越しのピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で山梨ここまで2打席連続三振。そうだよ、ストレートが取れたんだから、まあよしとしよう。なんか知んないけど、あれちょっといつまでかボールが先行してた。 OK、 あれまだか。大谷君のねウィニングショットもね結構ね成功率はね高いと思うんですよ。あんまり失敗しない。
カウントはワンボールツーストライクです。打ちました。宇宙これも大丈夫だよね。よーし、取られたか。まあしょうがない、しょうがない。最後あんまり点を取ってくれなかったね今回。まあそれでももう降板した後だからね、いいよいいよ。でレンちゃんよ、レンちゃん。4位とかマジか。俺甲子園ですげえでも投げ切ったと思うんだけどね。中継ぎにしよう。ほんとアメリカに行くって言ってるけどさ、そのお金どっから捻出してんの。知り上がりそうか。ここで取れんだっけ。いや挑戦者大谷欲しいね。やっぱりトゥルーエンディングになってるけどさ、これ大丈夫。おお、来た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 。危ねえ。最後これは救われたな。ちょっと走者釘付け取れなかったのはしょうがないけど、最後救われたわ。レンちゃんに、レンちゃんにマジ心癒されたわ。しかも100ポイントくれんだね。 PSR50 って半端ねえな。でそうするとあとなんだっけ、高速シュートが4になってるから、まあ、全部4に合わせよう。で5にはあできるっちゃできるのか。そのね敏捷ポイントがねあるんで、あの俺としてはね、なんだっけ、敏捷ポイント使うやつがあるんですよ。あ手応え手応え、これをね、まあ、変化球ポイントが余りそうだった時は取ってたりするんですけど、ただ今回他変化球ポイントを使わないといけないやつって、まあ、超尻上がりは取るでしょ。まずこれね惜しかったね。しょうがないけど、そうだね、どうしても火消しとかもまあ欲しいっちゃ欲しいけどな。緊急登板とかもね、精神余ってるしね。なんだかんだでスタミナ触れそうだな。重い球ってどったっけ。重い球取ろう。でやっぱ球速ってどこまで上げられる。球速もね意外に技術ポイント使うからね。じゃあそうするとまず根性を取ろう。根性、あとはいや変化球1上げるんだったらちょいちょい特能を取っていく。こういう緊急登板とかさ、緊急登板は変化球使わないか。順応、速球対抗心、これちょっと取ろう。筋力ポイントとかもね消化しておきたいからね。火消しか、火消しに走る。火消し手応えとかそういうのを取って変化球ポイントを消費していくか。ジャイロか、玉持ちか。特能に走るか。キレも取れるっちゃ取れんだね。あ、じゃあキレ取ろう。で変化球ポイント116あるでしょ。で手応え取ろう。先制ストライクとか取ろうとすると技術ポイントが足りなくなるね。伸びとかってどうなの。一応1段階取れるね。で技術が余ってるかちょっと先に弾道を上げときたい。あとはスタミナに振るか。なんだかんだ中継ぎだけどさ、なんだかんだであれだな、スタミナが多くなっちゃったな。技術ポイントがないから先発適性もつけらんないからね。何もできないよね。台だと体当たり、体当たりさせよう。逆境もつけよう。中継ぎとかでねあれにしたくないんですよね、スタミナとかをね。こう、まあこれは単なる俺のこだわりなんだけど、スタミナのないやつ、違う、スタミナのあるやつをね中継ぎとかにしたくないんですよ。まあ中継ぎだったら D とかだよね。まあ C になってもいいか。ちょうど
もう B やったら絶対先発に回したいっていう、ただのこだわりです。で抑えはね、もうスタミナ E に抑えたいですね。それ以上は上げたくないっていう。だったら適性をつけるっていう方向にしたいけど、経験点が足りない。よし、こんなもんでいいかな。まあちょっとね、走者釘付けが惜しかったですけど、まあ最後にね、レンちゃんに癒されたんで、まあよしとしましょう。まあ、野球マン1号ね、結構変化球ポイントくれるんで、変化球はまあ伸びたっちゃ伸びたっていうの、まあ、キレとかも割と直撮りしたんで、まあ、それなりにいい経験点は稼ぎたと思います。というところでね、またね、野球マン1号 PSR のねレベルが上がったら使っていきたいんですけれども、やっぱりね、変幻自在がねちょっとね、ルナちゃんと被っちゃうっていうところがサクスペでは辛いところにあるかな。まあ、他のキャラともね、やっぱり変幻自在被りっていうのは起こしやすいんで、どうだろうね、野手でいう魔術師が被りやすいみたいな、そんなイメージにはなっちゃうのかな。まあ、そういうところはありますけども、十分強いキャラクターではあると思いますので、まあ、葵ちゃんとのね使い分けもできますので、まあいいと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。